さあこんにちは、レジェンド松下です。さあ今回はね、商品じゃなくてなんと会社を紹介したいと思うんですけど、この会社がねすごいです。日本の工業ケーキメーカーなんですけど、これがねある使命感に燃えてすごい会社なんです。そちらをご紹介していきたいと思います。その会社がこちら、 M システム技研。 M システム技研はその工業ケーキのいわゆるデパートなんですね。その工業ケーキなんぞやって意外とね見たことない方いると思いますので、こちらご用意させていただきました。まずこちらなんですけど、これが信号変換器、そしてリモート IO、 そして調節系に記録系、そして表示器と、まあ、こういうのを作ってるわけなんですけど、これ作ろうと思ったら正直めちゃくちゃ時間かかると思いますよね。これ M システム技研が違うのはめちゃくちゃ早くこれを作っちゃうんです。そんな M システム技研がこれ工業ケーキメーカーとして創業以来守り続けている大切な使命感を持ってるんです。それがまず一つ目、こちらなんです。短い納期を確実に守る、すごいです。さあそして二つ目がこれ、灰型をしない、これもすごいです。この二つの使命感、これを紹介していきたいと思います。1つ目の短い納期を確実に守る、これなかなか難しいですよね。やっぱりあそこまで複雑な工業ケーキですからね、これいっぱい在庫抱えてるんじゃないのと思われるんですけど、在庫は抱えてないんですね。じゃあどうやって作ってるのかというと、これお客様から注文を受けてからそこから作り始めるんです。それなのに短い納期を確実に守る、これちょっと分かりませんよね。じゃあどれぐらいの納期なのか気になりますよね。これびっくりです。主力商品の納期、なんと受注から出荷までなんと3日から4日なんですね。めちゃくちゃ早くないですか、すごくないですか。しかももっと急ぎっていう場合はこれなんと即日出荷もしちゃいます。それぐらい早いんですね。じゃあなんでそんなことができるのかというと、実は秘密があるんです。 M システム技研、じゃあどれぐらい製品あるって、これ3900以上超えるこれ製品があるわけなんですね。じゃあそんな3900を超える製品、どんぐらい部品あるのって、その部品なんですけど、これ1万5000を超える部品を全部倉庫にこうやって揃えてるわけなんですね。それを実装ロボット、チップマウンターを使って自動的に基板にこう取り付けて作り上げることができてるわけなんですね。普通チップマウンターは同じ部品構成の製品を大量生産するのに向いてるんですが、 M システム技研は1台1台部品構成が違うんですね。それに注文ごとに作る数も違う、それを生産マスターサーバーが制御して全部自動でやってのけると、これすごくないですか。このシステム何かと近いんです。そう、ピザのね大手チェーンと近いわけなんですね。あれって作り置きしてないですよね。注文を受けてから生地の厚さとかを選んで、そしてソースを選んだりトッピングを選んで、つまりセレクトしたお好みのやつを、そして熱々の状態で食べることができるわけなんですね。しかもちゃんと時間内に届きますよね。このように M システム技研では主力製品の受注から出荷までなんと3日から4日のこの驚異的な納期を確実に守ることができるわけなんですね。さあ M システム技研のもう一つの大切な使命感は、一度作った製品を灰型にしない、そして作り続ける、これなかなかすごいですよね。工業ケーキの電子部品はものすごいスピードで小型化、そして高性能化が進むんですね。ですからほとんどの工業ケーキの製品は15年も経つと残念ながら部品を入手できずに生産中止になってしまうわけなんですね。そこで M システム技研は違うわけなんです。何が違うのか、そう、その時が来ると威力を発揮するんですね。なんと創業以来半世紀にわたって灰型にしてないんですね。だから3900機種も超える製品を作ることができちゃうわけなんです。ではなぜ同じ製品を作り続けられるのか、そこには部品調達と設計変更の絶妙なコンビネーションプレーが行われているわけなんです。まず製品に使っている部品の廃盤予告を受けると、すぐさま製品の設計変更にかかる日数を割り出し、その間に使う廃盤予告を受けた部品を発注、その部品を使い切るまでに最新の部品を使った回路に設計変更を完了させます。だから生産中止、つまり廃型にすることなく同じ製品を作り続けることができるわけなんです。ただここで一つ
クリアしなければいけない大きな問題が出てくるんですね。それは設計変更した製品は信頼性を確保するために新製品と同様な品質評価試験を行わなければならないってことなんですね。電磁妨害の影響をシミュレートした試験項目一つとってもなんと十数項目もあるんです。もしそれを外部施設で試験を行うとしたら予約に数ヶ月もかかることもある上、1項目でも不合格になると再試験を受けるためにものすごい待機時間が発生するんです。だから設計変更に大変な時間がかかってしまうわけなんです。そこで M システム技研は全ての試験を自社で行えるように京都テクノセンターを設置したんです。この京都テクノセンターには公的機関に認定されている最新鋭の電波暗室やシールドルーム、そして音湿度振動複合環境試験装置のような高価な設備投資を行い、外部に頼ることなく速やかに評価試験ができるというわけなんです。私は M システム研を創業した宮道です。航空ケーキの世界で育った私は M システム研を創業するにあたってランチェスターセオリーに基づき工業景気の中でも変換器を取り上げ、その専業メーカーとして成長しようと考えました。1、価格を公表し、2、短い納期を守り、3、品質を徹底し、4、例外のない代理店販売に徹してやってまいりました。5、企業にとっては信用が大事です。信用を追求して本日に至っております。その結果、創業からもうすぐ50年になりますが、まだ一度も赤字決算をすることなく成長してまいりました。そして時とともに力をつけた M システム研は製品の幅を広げ、工業ケーキのデパートと呼んでいただけるまでになりました。さあ、 M システム技研の2つの大切な使命感、それがこちら、短い納期を確実に守る、そして一度作った製品を作り続ける、つまり廃型をしない、これができるのもなんといってもこちら、開発設計、製造、品質保証、生産管理、購買、カスタマーセンター、この全てをリンクさせて情報共有できているからこそ実現できるわけなんですね。いや、 M システム技研本当にすごい会社です。この会社本当におすすめです。